遺骨を他人と一緒に埋葬する合葬墓に取り組む自治体が東北で増えている。費用が抑えられ自治体が管理をする安心感が市民の需要につながっている。墓じまいや後継者の不在など墓に関する問題の解決につながる一方、想定以上の利用希望者が殺到した自治体もあり、手探りの運用が続いている。弘前、秋田、青森の3市から公営合葬墓の現状と課題を探った。中秋田市生前予約に市民殺到。本年度に利用が始まった秋田市の合葬墓には申し込みが殺到した。あっという間に上限に達し、新たな合葬墓を増設する事態にまで発展した。希望者の大半は生前予約。関係者は市民の墓に対する考え方の変化を感じている。秋田市議会は9月定例会で既存のものと同程度の合葬墓を新設する補正予算案を可決した。市は本年度合葬墓の利用を募り始めたばかり。市生活総務課の斉藤里美課長は想定以上の申し込みだったと一連の騒動を振り返る。市は当初合葬墓の申し込みは年150体と想定し、10年分の1500体を全体の上限に設定した。4月2日から先着順で受付を始めたが、開始後約2時間で約980体の申し込みがあり、中断せざるを得なくなった。2回目の受付開始日を5月22日に決めたところ、前日夕方から市民が市役所に並び始めた。22日午前5時過ぎに上限の1500体へ達したため募集を打ち切った。申し込みの約8割は生前予約で、回送は約220体だったという。合葬墓を持つ市内の寺の住職清沢義明さん70は、墓をどうするかはこれまで残された人に任されていたが、最近は自分のことは自分でという人が増えている。周囲に負担をかけたくないのだろうと心情を推し量る。市が2015年に40から70代の市民1000人に実施したアンケートによると、67% が市営合葬墓は必要だと回答し、30% が取得を考えていると答えた。取得したい理由は、家族はいるが、お墓を継ぐ人がいないが 37%、家族に迷惑をかけたくないが 33%、個人で墓を持つよりも費用がかからないが 16% だったという。斉藤課長は、各家族化や高齢化社会の進展など墓を取り巻く環境の変化が背景にあると思う。市の合葬墓には、墓じまいをせざるを得ない市民に一つの選択肢を提供する役割があると語った。